このネジネジタタンタンをジャイアントタタンタンに改造するよ。まずは分解するよ。角も外して、頭はこんな感じになったよ。これは腕の部品は外れるよ。これは首の部品。こんな感じになってるよ。これは足だね。この部品はネジをつける部品。黄色いネジを使おう。じゃあ色をどんどん塗っていくよ。こんな感じで縫ったよ。腕はマットブラックと金色。頭はこんな感じに縫ったよ。ネジは金色。足はこんな感じにしたよ。この部品をつける部分は色を塗ってないよ。体はこんな感じになったよ。よし、じゃあ組み立てていくよ。体の中はこんな感じ。ではこの腕をつけていこう。
気をつけてくよ。これは首の部品だね。首が回るかチェックしてみよう。あ、ちゃんと首も回ってる。じゃあ体を合体。体はこんな感じになったよ。次は顔を合体。ここをこの穴に入れて顔をつけるよ。次は顔の下の部分をセットするよ。じゃあ体に足をつけてこう。腕もつけて、体にネジもつけよう。背中にこのロケットエンジンをつけて、体はできた。どんどんつけるよ。あとは頭のネジを止めると、ジャイアントダダンラン完成。つけて、あ、ちゃんと腕も動く。ミニチュアまたね。